こんばんは、ジャンチャンネルです。こんばんは。今日は、まあ、俺らがやったセクシーゾーンクイズをしゃおれやろうということでございます。みんなもやってたよね。カトゥーン編もはい、やりました、やりました。フーマはやっぱりジャニーズマニアだから、はいはいはい、強いんじゃないかっていうので終わってんだけど、はい、考えてみたらいなかったから、まずセクシーゾーン編をしてやっていこうと思います。イエー、120問ぐらい長いな。まず5問。山田くん調子良かったですね、確か。いや、そうなの、記録的に。結局山田が嵐になっちゃったんだよね。そうそう、うん、山田嵐ね、山田嵐。でも全問正解できなかったら、もっとセクシーゾーンとして生きていくことになる。いや、もう余裕っす。やめなきゃいけない。100点満点いけます。いや、でも確かにこいつは多分ね、いけると思う。余裕っす、はい。じゃあいきましょう。こちら、次の曲をイントロが長い順に並び替えましょう。この3曲を並び替えてください。え、ノットファウンド、ちょっとサビだけだと思う。前回やった時は曲分かんなかったら曲は調べてよかった。曲を把握してイントロを想像するっていうクイズだから。え、ノットファウンドはノットファウンドあれっす。物足りない、物足りないんだ、夢のまた夢のまた夢。あ、はい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 。でしてようか。キング&クイーン&ジョーカーってどんな歌なんだろう。あのサビだけ聞かせて、サビだけ。え、これシングルでしょ。バンズはいはいはい。キング&クイーン&ジョーカーからキンプリって来てますからね。あ、そうなんだ。はい、ジャニーさんがこの時ハマってたんですよ。ジャニーズの中のね、あれがあるもんね、うん、できました。余裕っすね。俺、セクシーゾーンになれるかもしれない。次いきましょう、まあ、せーの、ズダン。これだ、これだ。あ、全然違う。え、キングアンドクイーンのジョーカーなんて、頭から来てますよ、急に。え、またそのパターン、本当じゃない。え、で、セクシーゾーンはそうじゃない。セクシーゾーンクッソ長いっす。え、空に風走ったからじゃないんだ。やってるくない？マジで？あ、やったわ。正解はこちら。お、きた。お、うわー、惜しい。いや、下に寄りすぎじゃない？もう上通して。うわ、やってる、これ完全に。やってますね。おいおいおい、これマジで話していいですか？自分の曲一回も聞いたことないです。いや、仕事ってイントロ切ったりするじゃないですか。いや、それは俺らのセリフだよ。そういうの分かんないのは俺たち。それはマジですよ。え、俺これ多分普通にセクシーゾーン今ちょっとケアレスミスしたじゃないですか、うん、あってなったじゃないですか、うん、普通に分かってたとしても間違ってますよ、これ。キング&クイーン&ジョークが一番短いと思ってたんで。あ、どっちにしてもね。はい。あれ、演出担当なんで。ちょうどこの曲あんま聞かないです、マジで。これ理由言わせてください、うん、セクシーゾーンはまあデビュー曲なんで、もう言わずもがなで分かってる、うん、聞かないです、改めては。で、キング&クイーン&ジョーカーも結構昔の曲なんで、やるとしてもなんかメドレーにはめるとか、ちょっといじって例えばオルゴールバージョンから始めるとか、うん、正規のあれを分かってないけど曲はよく分かってるってパターンで、ノットファウンドは僕はもうラップまで書いてるんで、もう知り尽くしてると思っても一回も聞いてない。揃っちゃダメ。全部違う。全部違うよ、お前怖っ。よし、次行こう。バイバイドゥーバー入ってるの。あ、どうだ。バイバイドゥーバー売れてないんですよ。セクシーゾーンあんまり売れてないですから、そもそも。言わせんな、こんなこと。触りだけ聞く？ちょっと聞きたいですね。セクシーサマーに雪が降るの触りだけ聞かせて。なんで飛んだ？結構テンポ早いですね。これちなみに歌詞がもう書かれてたら、はい、もうそこから歌い出しになってるみたい。俺これ当たる気がしてきた。おハイドレンジャー聞かせてよ。ハイドレンジャーこぼれる。あ、違う、これやめ、本物聞いて。いや、本物です。結構ミドルだ、オッケー。結構ミドルだな。長い可能性あるな。ギュッとは聴き方によっちゃバラードだよね。ミドルな感じですね。あれ、俺すごい好きなんだけど。マジですか。うん、やっぱ人気高いんですよ、あれ。すごい好き、あれ。僕あれ、
作詞携わってます。あ、そうそう、知ってる。ありがとうございます。いきます、せーの、ザン。あ、一緒、全員一緒だ。あ、違う、違う。残念、分かんないからね、今のお前は。正解はこちら。はい、あー、逆か。あー、やったー。刻み込んどけ、あ、だまだまに。テスト出るぞ、東大行け。よし、次行きましょう。3問目、こちら。え、曲の長い順知らねえ。マジ知らねえ。ちょ、マジバイバイドゥバイとか入れられたら分かんないしな。いやいや、知ってるんだよ。題名だけでいじるからそうなるんですよ。セカンドシングル違う、3枚、4枚目と絶望しました。はい、タイトル聞いた時絶望しないですか。はい、勝手にちょっと集まってって言われて、勝手に集められて、はい、次の曲バイバイデバイ終了みたいなのどうします。いや、書いてもらう。膝から崩れ落ちましたもん、俺。うん、緊張ある。はい、いきます、せーの、ドン。よいしょ。あ、もう全員一緒か。おーす、でもすごくない、全員一緒って。正解はドン。え、デバイもない、いやー、そういう感じ。一番正解率低いわ、俺より低いんだって。俺の嵐の時より低いよ。結局何やかんやで当ててましたからね。これは自分が、僕が勝てるんで、自分が嵐でだったら当ててます。セクシーゾーンの曲聞かないでしょ。なんでそういうこと言うんだよ。聞くよ。人のせいにすんの。だから最近の曲だったら俺だっていけますよ。もうこれ俺セクシーゾーン代表としてきてます。これ多分他のメンバーもできます。それは分かんない。最近の曲だったらいけます。昔の曲はもう正直聞いてないですもん、俺ら。いや、違う、変な話。1分近く触る曲の印象を間違えるっていうのは俺問題だと思うよ。あ、うん。マジで無理。いや、なんでも無理じゃないって。これ分かんない、この問題。これ全く同じ問題、今勝利に電話して聞いてみていいですか。いいよ。これ絶対マジで絶対答えられないです。もしもし、お疲れ様です。はい、すいません、いきなり電話しちゃって。はい、ちょっと一点お伺いしたいんですけど。どんな距離感。気持ち悪い距離感だよ。これで使われるの。これで使う、多分おそらく使われます。あ、どうもおめでとう。どうもおめでとう。あ、ありがとうございます。見に行くからね。ドームだと来てくれるって YouTube で。ほら、もうみんな言ってますから、それ。アニメメイクドームだったら来てくれるんだねってみんな言ってますから。じゃあ、何しの次の曲をな長い順に答えろっていう問題なんですけど、ラン、レイディーダイヤモンド、バイバイドゥバイ、シーユーアゲン。長い順もう答えるの。もう答えてください。前の曲って変な部分いっぱいあるじゃん。変な部分はないよ。何、ごめんごめん。なんか今のあんま曲にないような組み方してるじゃないですか、昔の曲って。あ、はいはいはい。そぎ落とされてない部分いっぱいあるので、一番短いのは分かんの、なんだか。一番短いのがランだと思うんですけど、レイディーかドゥバイがどっちかが長いって考えたら、余計なのはドゥバイが多いかな。ドゥバイ、レイディー、ランかな。佐藤くん、残念。誰ができんだよ。あ、マジで。本人も間違いだね。ほら、だから無理なんですこれ本当に。誰ができんのこのセクシーゾーンクイズ。菊池と同じ間違いしましたね。俺と同じ。え、正解は？正解はレイディーが一番長くて、バイバイドゥバイラン。ああ、似てるな。まずレイディーか、俳句あるもんね。え、ごめんごめん、はい、はい、な、なに、勝利、何があんの。俳句、俳句があるじゃないですか。はい、曲中に知らない、もしかして俳句。曲中俳句ありますよ。誰が言うの。え、僕が。ちょっとそれもらっていい。いきます。はい。春恋と木の影の思いますますと。よっ。ほっ、この倍勝利までありますから。日本一。この俳句だよな、多分。俳句文ちょっと長いんだよな。長いんだと思う。あ、じゃあ、ありがとう、ごめんね。ありがとう。お忙しいところ。難しいんだ。ほら、セクシーゾーンが難しいんだ。皆さん、セクシーゾーンが難しいんです。4問目してください。難しいです。何？ずっとセクシーなんだ。
当たり前ですよ。当たり前ですよ。セクシーゾーン。こんな長い順とか無理だって。曲の長い順なんか分かんなくない？いや、そこはやっぱ想像しながら。ちょっとレッツミュージック。これ最近より？ちょっとはい。最近よりです。この間のアルバム入ったやつでしょ。そうっす、そうっす。オッケー。せーの、ザ。これでしょ？セクシーゾーンの。あれ？あ、来た。ここが。ここまた変わっちゃった。どっちなんだろう。正解はこちら。おいーイエーイ。エクス出るぞ、おい東大行けよ、お前な東大行け、東大行けよ。おい来て、そんな阿部寛見たことないけどな。最終問題はセクシーゾーン売上枚数トップ3、これはもう3連単でいけば3ポイント入るんで、中丸さんにも3連単いけばちゃんと勝利が見えてくる。でもこれがこうっていうのは分かってんだよな。シングル何枚か発表してもらっていいですか。27枚。いや、ウィキペディアって21枚ですね。やりました。どうしたんすよ。あ、全然わかんない。はい、せーの、じゃん。あ、俺と中丸くんだけランが重なってるか。最近の曲の方が売れてる気がするんだよな、うん、そうなんですよ、それなんです。でもセクシーゾーンは売れてんじゃない、さすがに。あ、入れてないんだ、セクシーゾーン入ってないですね。だって考えてみてくださいよ、僕らって5人でまず今の流行りの子ずっとユニットじゃなかったんですよ。嵐兄さんと一緒でこう急にガッと集められたか。かつ違うのは、僕と中島は3年半ぐらいジュニアやってましたけど、うん、他の3人1年もやってないんですよ、ジュニア。そうなんだ、はい、ってなるとファンももちろんつかないじゃないですか、うん、ってなると全然売れなかったんですよ。誰お前らみたいな、世間からすると。でも俺らもそうだったよ、誰お前らみたいな。いや、にしても俺らの方が誰お前らの。はい、じゃあちょっと見てみよう。トップ3はこちらでした。嘘だ、あ、出てんじゃん。結構売れてんじゃん。あ、売れてんじゃん。あ、でも結構強いっすよ。あ、1位は。おー、すげえ、2位。あ、3位か。3位も出てる。難しいわ。ということで、うん、あ、でも結果やっぱ菊池くんが4点取ったということで、まあ一応セ、うん、まあ一応セクシーゾーン、れっきとしたセクシーゾーン、一応1位ですから。自分のグループが嫌いですってことじゃなくて、シンプルに俯瞰できるみたいなセクシーゾーンが俺まだハマってないんで、だから頑張れよってことセクシーゾーン俺から言わせてもらうと、過去の曲も取り込みするくらい今俺に聞かせてみよう。今引っ張ってもいい、セクシーゾーン来い。ごめんなさい